それでは今回もやっていきましょう。丁寧に学ぶ C シャープ入門第9回になります。今回は演算子プラスアルファということで、ちょっと演算子の、複雑なものも扱っていきたいと思います。で、演算子とは何かっていうと、プラスとかマイナスとか、割り算掛け算とかいった、そういったものですね。で、お話したときに、X イコール10、こんな感じで、はじめとして、今回お話しするのは演算子、ちょっと複雑な使い方、こんなプラスイコールみたいな感じの使い方と、プラスプラスみたいな感じの使い方、そういったものについて扱っていきます。難しくないので、ざっくりと聞いていただければいいかなと思います。で、上から順番に説明していくと、まず、int x イコール10ということで、まず、10を代入しています。整数型として x に10を代入していて、出力しています。なので、結果として当然10が出てくるというわけですね。で、次の計算式はここからですね。ここから重要なのが x プラスイコール10っていうような計算にしてます。で、これ、このプラスイコールって何かっていうと、 x イコール x プラス10っていうのが、これと同じ意味になるんですね。なので、これよくあるのが、この x に対して、同じ値をずっと足し続けたい、この作業をバーって繰り返したいってなった時に、こうやって書くとちょっと煩雑じゃないですか。ちょっと長いので、それを単純化するために x プラスイコール10というふうにするっていうことが、中で行われてます。これどんな時に使うかっていうと、例えば、そうですね、ログとして出力していきたい、ログとしてずっと残していきたいってなった時に、この文字列とかだとしたら、文字列を上書きしたくないわけですよね。そんな時にプラスイコールっていう風のを使うことによって、どんどん後につけていくことができる。解析とかでもそうですね。応力解析とか、流体解析、私流体解析のいくつか動画出してますけど、その流体解析とかでも、最後に、速度を修正したり、応力を修正したりっていうことに、その修正するときっていうのは、こういった感じでプラスイコールとかマイナスイコールとかで、修正をかけるというようなことがされます。なので、もともとあった値っていうのを、特に、変化させずに、こういった形で、追加で要素を付け足したいときにこんな感じで書かれますので、覚えておいてください。これ結構頻繁に使われます。シンプルで見やすい、これ慣れてくるとすごく見やすいですね、こっちの方が。こちらと、やっぱり変数として、これとこれが一緒で、10を足すんだっていうふうな理解になりますけど、もちろん X をそのまま保存しつつ10を出すっていうことはわかるので、これ直感的に、慣れてくると直感的に理解しやすくなるので、ぜひ覚えてください。で、プラスイコール10だと、10が足されますので、X を出力すると20という結果が出てきますね。で、次に X マイナスイコール10ということで、X から10を引く。その結果を X に渡すということで、10という結果になります。20から10を引いているので10になりますね。で、X×10 で、X×イコール10ということで、X を10倍するというような、式になってますね。で、その結果100が出てきて、最後に X÷イコール10ということで、X を10で割るという結果、10に戻るというような結果が、これらの4つの式、4つの演算子で使えるということが分かっていただけ方かなと思います。内容としてはそんなに難しくないかなと思いますが、ちょっと慣れるまで、あんまり使いにくい、演算子の使い方だと思うので、ぜひぜひ、いくつか使って慣れていただくといいかなと思います。で、次がプラスプラスとかですね。これ何かっていうと、X に対して1足す、1を足すっていうのがこのプラスプラスになります。これどんな時に使うかっていうと、いわゆるその、なんですかね、同じ処理を何度も繰り返したい時っていうのによく使われます。例えば10回同じ処理を繰り返したい時に、X が12345678910になったら止めるっていうような感じで、だいたいプログラムを書くんですね。その時に、この x++ で x を1つずつ上げていって、最終的に10になるまで上げていくっていうような時に、こういった x++ というような表現が使われます。例えばこれを正しく x イコール x プラス1みたいな感じで書いてしまうと、ちょっと、長いというか、すぐに書けないですよね。x++ だと、すぐに書ける、3文字しか書かなくていいので、単純に x が増えていくんだなということが、わかると。短いプログラミングで伝えるという意味ですごく便利な書き方になります。で、ただ使い方としてちゃんと覚えてほしいのが、x++ っていうのをこのように出力した場合、どんな結果が出るかというと、これって10っていう値がそのまま出てくるんですね。
要は足される前の結果が出てくるということを覚えておいてください。なので、まあ、X++ っていうのは、X をまず出力して足しますよということが順番に行われているということを理解いただけるといいかなと思います。なので、X++ は表示後に足すというような機能になります。で、まあ、X++2 回行っていくと、まあ、10、11で、次に X を表示すると12というふうに、まあ、自分の値を出した後に足している、自分の値を出した後に足している、で、その後自分の値を出すということに10、11、12と1つずつ増えていっていることがわかるかなと思います。で、次がプラスプラス X ですね。ちょっとここマイナスになってるんですけど、まあ、これプラスと思ってください。プラスプラス X っていうのは何かっていうと、1を足した後に X を表示する。さっき言ったように、X プラスプラスは表示した後に、足すっていう順番だったのは、これは逆転しているので、もちろん足した後に表示するっていうような順番になります。なので、まあ、13、14というふうに、まあ、これはもう足した後の結果が両方出力されているというふうな流れになります。そうですね。まあ、こんな感じで今回、演算子プラスアルファについてお話ししました。ちょっと重要なポイントだけざっと振り返させていただくと、まあ、こんな感じでプラスイコールとかっていう書き方をすると、このように x イコール x プラス10というような自分の値に対して、追加で処理を行うっていうことが、このようにシンプルに書けますよと。まあ、これプラスマイナスかける割る全てで使えますよという話をしました。で、あと、まあ、X++ に関しては、自分が表示されるのが先で、足されるのが後というような、その順番というのは結構重要ですので覚えておいてください。これ、そのさっき言ったように、順番で処理1、2、3、4、5、6みたいな感じで順番でその回数分処理するときも、これ結構その使い方として間違えると、1回分ずれちゃったりするので、これ使い方覚えておいてください。で、ちなみにこれプラスじゃなくてマイナスとかも使えますので、例えば10から高順、要は19、8、7、6、5、4、3、21というふうに順番で処理したい時も、マイナスマイナスで減らしていくことができますので、ぜひ、まあ、そういった使い方もできると理解いただけるといいかなと思います。個人的にはこのプラスイコールとかっていう使い方よりも、このプラスプラスっていう使い方非常によく出てくるので、ここはまあ間違いなく覚えておいていただくといいかなと思います。はい、それでは今回は演算子についてお話ししました。今回までその基本的な、プログラミングについてお話ししてきたんですけど、ここからまあ少し、ワンランク難しいお話、メソッドとかのライブラリーとかのお話をしていきたいと思いますので、ちょっとまあ内容として、座学の部分が多くなるということを理解いただくといいかなと思います。その実際にプログラミングを書くというよりは、単語、皆さんが多分おそらくよくつまずくであろう単語の部分についてちゃんと、じっくりと、丁寧に説明していきたいと思いますので、まあ、そちら理解いただくといいかなと思います。はい、それでは今回は演算子ということで、まあ、その何ですかね、代数計算、まあ、計算に関する内容について、まあ、今回で一区切りということになります。お疲れ様でした。次回からはライブラリーについてお話していきたいと思いますので、そちらもご覧いただければ幸いです。そこから多分かなり一気にぐんと、プログラミングスキル上がっていくと思いますので、ぜひそちらもご覧ください。それでは今回これで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。